種目別3種目目は平均台です。日本の小菅真理選手がまず最初に演技を行います。よし、さあ連続宙返り、よし決まりました。決まりましたね、はい、いきなりまず入りの難しい技ピタッと決まってみます。大技が決まっております。やってる小菅真理です。いや落ち着いてる、いいぞ。その調子で中向きからね、逆状況やってですね、はい、いや3回宙返りが決まりましたね。決まりましたね。今日は跳馬で5位、ラッチガイ平行棒では6位、この平均台にかけています。よし、小菅です。ジャンプもいい、はい、大ジャンプ、連続から開脚ジャンプ決まってます。それいいぞ、その調子だ、慌てない。よし、さあターンも落ち着いてますね。そうですね、360度ターンも決まってる、はい、いやちょっと緊張してきちゃうな。このままいけ。さあ5点飛び込んで、よし決まった、妊娠中が決まった、はい、抑えろ、よし完璧だ、最後いけ、そのままいけ、さあ思いっきり蹴って、さあ着地だぞ、頑張れ。さあフィニッシュに入ります。あったあった、ちょっと着地が着地だけ後ろに出てしまいました。小菅真理です。惜しい、もう台の上では完璧でしたね。完璧だったんですね、はい、やっぱり最後のね、やっぱりもう